皆さんこんにちは、遠藤です。6月29日水曜日、大引けを迎えました。今日のトレードは皆さんいかがでしたでしょうか。今日の日経平均は5営業日ぶりの反落となりました。ニューヨーク市場の流れを受け、朝方マイナススタート後はプラス圏に浮上することなく、マイナス圏をもみ合いながら推移し、結果マイナス244円の26,804 円で着地しました。昨日回復しました 27,000 円どころを割り込みまして、結局上蓋が機能しているということが言えます。こちら日足チャート出しておりますが、テクニカル面ではですね、週足チャート同様買いのポイントなく、揉み合いの域を脱しきれていない現状となります。つまり上にも下にも行きやすいため、いつ急落してもおかしくないと、明日さらに下落することも考えられるということが言えます。以上から今後の戦略としては、スイングトレードであれば引き続きトレンドが成立している銘柄への短期戦として、または日をまたがないデイトレードにてですね、本日の注目銘柄のようにスピード感を持ってしっかりと利を重ねていくことをお勧めいたします。さて、まずはじめに昨日挙げました本日用デイトレ注目銘柄の振り返りを行いまして、その後明日用の注目銘柄を紹介いたしますので、最後まで見逃さずにご視聴いただけましたら幸いです。今日注目銘柄は6銘柄で臨みました。9227マイクロ波、7794 EDP、 2345クシム、3482ロードスター、6630ヤーマン、そして9229サンウェルズ。そのうち今日は3銘柄来ましたね。まず最初に来たのが3482、こちら朝方ですね、ロードスターキャピタル、一段高となっております。この朝の部分ですね、高寄りスタートしてから売りに押されましたが、さらに買いが集まって高安切り上げていきました。こちらツイッターの方にもですね出しておりますので、ご確認できる方は見ておいてください。大きく上昇ということでのナイストレード、良かったですね。そして7794 EDP 発生形成後、今日で3日目となります。一段高 12,000 円を結局捉えていきました。公募は 5,000 円の銘柄となります。分足チャート切り替えてみていきましょう。こちら良かったですね。朝ロスカットになった方もいらっしゃったようですが、その後の上げの場面、そしてさらにもう一段高となりました。今日の高値が 12,040 円ということですね。こちらツイッターの方にもこちら写真載せておりますが、この銘柄だけでもですね20万円以上の利益確定者も今日トレード報告会で発表をいただいておりますね。おめでとうございました。そしてまた冷やしチャート戻しまして、2345クシム、今日場中ですね、午前中一段高となったこの場面となります。でこちらですね、エントリー後すぐ変化が、圧力に変化がありましたので、手じまいですね、早く利確された方、薄利で終えられた方ですとか、または同値撤退の方、あるいは軽微なロスカットとなっております。急落する前にも変化生じておりました。その他の銘柄で見ますとですね、昨日動いた9229サンウェルズは一段高と結果になっておりますが、ポイントなく推移しております。同様に9227のマイクロハモ、6630ヤーマンも今日はポイントなく推移しております。先ほどお伝えしました EDP のように1銘柄だけで2桁利益確定された方ですとか、他銘柄で大きく勝てた方、ナイストレードということになりますけれども、逆に本日ですね、期待利益少なかったという方、または今日トレードできなかったという方ですね、明日以降も営業日は毎日チャンスありますので、損失を限定させながらトータルで勝ち続けていきましょう。本日利益確定された皆様お疲れ様でした。おめでとうございました。次に明日用の注目銘柄について紹介いたします。明日用の注目銘柄、現在7銘柄ほど見ております。なお明日は8時45分から全場デイトレ生配信を予定しております。朝一で銘柄入れ替えることがありますけれども、今のところ7銘柄一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目、今日ストップ高つきました4890坪田ラボ、888円プラス 20.32%、 出来高1061万5300株と、昨日、おとといの負け塚と比べるとですね、出来高大きく入ってきておりまして、一段高、上場してからの高値を更新しております。この流れが明日も続くかということで、坪田ラボを見ていきましょう。今日、宮城の成り買い注文分219万7400株を残しておりますので、明日ギャップアップしてスタートすることが見込まれます。その後の動きに注目をして、坪田ラボを見ていきましょう。2つ目、3989シェアリングテクノロジーです。定株216円プラス 7.46%、 出来高206万4400株と、じわじわと出来高増加傾向にあります。週足雲をいよいよ抜けてきたというところですね。6月につけた213円の高値を本日ブレイクしております。ただしデイトレとして見た場合には、値動きですね、場中動き鈍い銘柄の一つとなりますので、朝方ですとか、あとは5倍より5ですとか、そちら集中してシェアリングテクノロジー見ていただければと思います。3つ目、7794EDP、 今日は大きく取れた方いらっしゃいましたね。今日は 11,270 円プラス 7.23% と大きく上昇。結果的にですね、冷やしチャートにて上下いずれも大きなひげをつけた状態で終えております。出来高267万2700株と、さらに出来高が盛り上がっているということですね。今日の高値どころですね、上髭の部分を明日さらに消化していけるかどうかに注目をして EDP 見ていきましょう。4銘柄目、3482ロードスターキャピタルです。2118円プラス 6.64%、またこちらも連日で出していきます。今日は215万ですね、入っております。出来高もじわじわと増えてきているということですね。今日の高値どころ2158円を明日さらにブレイクしていけるかどうかに注目をして見ていきましょう。5銘柄目、9501東京電力ホールディングス、日経平均採用銘柄となります。勢いづいてきておりますね。プラス 5.27%、 出来高9475万2000株ということで、商い伴いながらの上昇です。今日の高値どころをさらに上に抜けていけるかどうかに注目をして、こちらも見ていきましょう。こちらもですね、落ち着いてきた時間帯は動きかなり鈍くなっております。朝方、特に9時から10時まで、あとは12時半からの1時間、これを見ていただければと思います。そして6銘柄目、8897タカラレーベンです。今日は365円プラス 3.98%、 今日の高値引けとなっております。この陽線がですね、明日もさらに続くかどうかに注目をして見ていきましょう。こちらも今東電でお伝えしましたように、動きがですね、落ち着いた時間帯はかなり鈍い銘柄となります。特に1分でチャートを見ていただきますとよくわかります。取れるところでしっかりと取っていこうというスタンスで見てください。そして7銘柄目、6619ダブルスコープです。今日プラス 3.23%、 直近の高値をさらに上に抜けていきました。2268円、出来高1214万9600株ということで、明日さらに今日の高値どころを捉えていけるかどうかに注目をして見ていきましょう。以上7銘柄となります。また株式投資攻略オンライン講座を現在無料にて公開しております。こちらになります。株式投資オンライン講座受講者多くの方にですね、動画見ていただいております。初めましての方もですね、いらっしゃると思いますけれども、株を始めてみようと思っている方ですとか、株式投資経験はあるもののなかなか勝てないという方、どうすればいいのかわからないという方にとりまして、間違いなくプラスになる内容となります。こちらのですね、概要欄よりメールアドレスを登録していただくだけで、その日から動画をご覧いただけます。このオンライン講座は無料となっておりますので、ぜひ皆さんご登録ください。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録とですね、今回役に立ったという方はぜひ高評価ボタンを押してください。お願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。失礼いたします。